先輩に告白をさせられるか。あれだ。 The next day。 なちゃんみたいな子にお弁当作ってもらって嬉しくないやついないって。ですよね。と思っていたのに。よしよし。誰にお弁当作ってあげるの？花ちゃん料理上手やからその人めっちゃ喜ぶやろうね。ギリは何なの？余りもん出たら処理してやるからさっさと作ろうぜ。部屋に帰れハゲタカ。お弁当といっても特別変わったことはしなくてもいいのよ。悪くなりやすい生ものさえ避ければ何入れても大丈夫。花ちゃん花ちゃん。何？ハート型とか作らんでええの？ご飯の代わりにほぐした鶏胸肉詰めとかへん？お父さんは突っ込んでて。いや、サブ、なんだよまたこんなとこに呼び出して。あ、やべ、心臓の音。いや、ごめん。あ、いいから。先輩も誰もいないとこで食べてくださいね。なんだよ、学食じゃダメなのか。じゃあ一緒に食う。お弁当お揃いとか誰かに見られたら恥ずかしいじゃないですか。うまくいってる。いや、まさかまさか。見事先輩に弁当を渡しましたよ。どうすか私の実力は。よかったね。